スハ明アキラは、日本の社会学者。専門は、在日外国人問題。元東京大学国際センター長、教授、北海道函館市出身。1967年函館ラサール高等学校、卒業。一橋大学社会学部卒業。大学卒業後、東京大学大学院人文科学、研究科修士課程に進学し、 西洋史を専攻したが、頭でっかちはもういいと、ビルの清掃作業員のアルバイトを始める。大学院在学中の1973年に、大学で教弁を取りながら、アジア文化会館で在日外国人問題を扱っていた田中博を訪ねて、アジア文化会館に訪問。1975年に、大学院を中退し、田中の紹介により、 アジア文化会館を運営するアジア学生文化協会に就職し、留学生問題を担当。同協会留学生相談室長等を経て、1997年から東京大学留学生センター教授。後に東京大学国際センター長、教授。2004年肺がんの手術を受けるが、2009年に再発。2011年7月20日午後1時53分。 入院先の病院で肺がんのため死去。在日留学生支援、教育を行いながら、留学生政策、外国人問題、多文化問題等の研究を行う。また、移民政策学会事務局長理事、財団法人アジア学生文化協会評議員、国際教育交流協議会常務理事、国立大学留学生指導研究協議会、代表幹事、 日本語学習支援研究会代表、NPO 法人留学生スポーツ交流協会理事、財団法人目黒区国際交流協会理事等も務めた。ありがとうございます。